皆さんこんにちは。こんにちは。新アプリ。はい。ですね、ゲームを新しく作りました。アップバンクからのリリース、いや正確に言うとアップライム、いやアップバンク、アップバンクから、アップバンクからリリースします。アップバンクからリリースします。はい。放課後牧場肉肉部。肉肉部、そんな名前なの？はい。放課後牧場肉肉部。肉肉部、学生さんなんですか主人公は？あの部活ですね。お肉を出す部活ってよくわかんないですけども、とりあえずからですね、あの部活です。お肉を出す部活。はい。ちょっと説明しますね。この真ん中に今牛がいるじゃないですか、揺れてる子。この牛をタップ、画面タップするとこうお肉が出てるんですよ。こうやって今タップします。私、あ、今これタップしてるんだ。画面こうタップします。え、ちょっと待って、痛そうな顔してる。そうするとお肉がプニプニプニって出てきて、今107万人前のお肉、そうがお肉をどんどん出して、牛をつついてですね、お肉を出すゲームです。やばくないですか、なんか微妙に。永遠とタップするの。永遠とタップしてください。あ、でもこれは8ビットサウンドっていうか、音いいですね。そうそうそう。タップしてください。めちゃくちゃタップしてください。これマルチタッチ対応してるんですか？対応してます。もうザンザンタップして、牛をつついてお肉を出すゲーム。今もう4本指。あー、やばい。顔が赤くなってきた。顔が赤くなってきた。死ぬ死なない。霜降りタイム。何これ霜降りタイム。何霜降りタイムって。ちょっと説明しますとですね、お肉を出したら下に今お相撲さんが来たでしょう。ほう。この設備をにタップするとお肉が注入されて、このお料理でお相撲さんとかがお肉を買っててくれるんですよ。ほう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 。でお金を稼いで、まあ、全国制覇しましょうとか、なんかその設備をレベルアップさせましょうっていうゲームになっておりますね。はい。でまあ霜降りタイムっていうのはお相撲さんとかですね、今その黄色のワンピースのマダムが来てますけども、マダムとか来てですね、いっぱいお肉が売れるモードですよって、いっぱい連打するとですね霜降りタイムになります。だってさっき107万人前あったのに今105万人前しかないぞ。ガンガン売れてるから。というかこの人は一人で何万枚食べるの？でガンガン食う。お相撲さんだから、ね、でお相撲さんの霜降りタイムが終わると普通の、お客さんしか来なくなりますけど。あの犬は何ですか？あの犬はね、タップしなくても何秒間に1回かワンって鳴いて、牛ちゃんがびっくりしてですね、お肉出してくれます。はい、ということでですね、牛をつついて、あー顔が赤い、顔が赤い、あー結構ガチ、結構ガチ、霜降りタイム。そういう感じですね。検証になるやつだ。うん。そんなにタップしなくても、まあでもそういうゲームですね。そういうゲームですね。ガンガンタップ。もう指を動かしてるんじゃなくて、端末を振動させて、端末を揺らして指と勝手に触れるように。でも親指とこうだとちょっと遅いんで、こう下に置いてこうですよね。下に置いてこう。お肉ちなみにちょっとこの牛はなんで無限に肉を生産できるんですか？それはそこはまあ聞かない。あ、肉が降ってきた。え、なんで肉、霜降りタイムは今肉降ってます。まあ、霜降りなんで。あー、霜が降るように。そうです、ね、肉も降る。何言ってるか全然わかんない。料理とか見てみたい。ちなみにちょっともうちょっと説明してもいいですかね。はい、よいして。お金集めたら下のマップってボタンを押してもらうと、お金でですね、全国制覇できますけども、とにかくですね、うわ、霜降りタイム終わった。まずマップ押してください。次に進むのに6万5000円必要だって書いてます。進んだ。それでどんどん先に進んでいくと。なんか試合、あ、後で試合ちょっとやりましょうね。試合で、どんどん先に進むと新しい、あ、エリアをね、クリアしてね、中四国エリアクリア、新しい牛を手に入れる。何？新しい牛はタップした時に出てくる牛の肉の量がですね、多いんですね。これか、横の食べて牛か。そうです、そうです、はいはい。牛、夢見る乙女牛。こいつにしたい。牛を入れるとね、タップした時にもらえるお肉の量が増えますよ。こいつにしたい時はどうするの？そのままもうホームに、牧場に戻ったらそいつになってますから、牧場に戻ってください。一回ちょっと閉じて、この目に閉じて、閉じて牧場戻ると、おお、かわいい。タップしたら1タップあたりのお肉の量が増えます。やりますよ。ケーブルの長さもありますよね。あれ、今ちょっとメニュータップした。はい、お肉。これ燃えるんですよね。だからほら3桁目が増えてる。うまくね。3桁目が増えてる。いやもうね、海の上の筋肉で鍛えてるんだよ。あのね、あのアプリね、あの紙アプリね。やばいやばい。
で、どん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 マップを進んでいくと新しい牛とか、あと新しいお料理とかをアンロックすることができる。霜降りタイム来たよ、霜降りタイム。あ、これ両手でいける。こうこうこう、縦に持っても結構いける。これ疲れる疲れる疲れるけど結構疲れるよね。地味にタップするゲーム。結構疲れるよね。ガンガンタップするゲームです。なんかクッキークリッカーがそういうの思い出しますねお肉を出すゲームですね。お、100万乗った、おめでとうございます。でこのゲームね、左上のメニューちょっと見てほしいんですけど、あの試合って書いてあります。書いてあるな。試合、これね、他の人と試合ができます。え、近くのプレイヤー検索して、僕この端末なんですけど、近くのプレイヤーを検索して。対戦します。私とゲーファイで対戦する。あ、じゃあやりますか。ちょっと今、ね、でこれ どうなんのどうなんの。ね、近くのプレイヤーが見つかると、ちょっと今見つかる。あ、マックス村井さん見てきて、押してください。この人とマックス村井、はい、これがマックス村井。あ、おー、なにこれ、なにこれ、3、2、1、スタート。タップ勝負、タップ勝負、タップ勝負。これこっちが、あの左側が村井さん、映ってる方が村井さんの連打。これ明らかにゲーファイ遅い、ゲーファイ遅いよ。下の広告が遅いよ、ゲーファイ遅い、ゲーファイ遅い。下の広告がちょっとでかい、邪魔。上をタップしてください、上をタップしてください。ゲーファイ、あ、結構ゲーファイ、俺の勝ちだ。結構でも俺の勝ちだ。ゲーファイ、結構俺の勝ちだ。やばい、あ、もう差がついてる、やばいやばい。追い上げる、追い上げる。え、何、終わらないでこれ。5、あ、そういうこと、そういうタイムなの。3、バーじゃないの。2、1、ウェイ、終了。ゲームファイター敵じゃない。ちょっと待って、これね、牛が違うから多分ね、不利なんじゃないですか。いや、関係ないです、関係ないです。これタップ数で勝負してますから。ゲーファイさん、ゲーファイさん、タップ数で勝負してるってことですすごい小さくなってる、小さくなってる。おお。で、まあマルチプレイでやった。誰か、誰か、もタップに定評がある、誰か、タップに定評がある、誰か。ミクセ、ミクセタップに定評がある。これ選択した瞬間始まりますから。どうぞどうぞどうぞ。上から来たらこれタップして、あ、敗北したゲーファイが。何をするの、連打する。後ろついて、後ろタップし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 て。あ、あ、いい勝負、いい勝負、いい勝負。何、やばいやばいやばい、やばい、お前早い早い早い。ミクスピもうちょっと、もうちょっと、マルチタップいける、マルチタップいける、マルチタップいける。おお、一気に速くなった、一気に速くなった。あ、抜いたんじゃね、抜いたんじゃね、村井さん。抜いた、あ、止まった止まった。なんで、え、なんで、私早いでしょ、だって今300だよ、はいはいはい、今ね、一瞬ね、ミクスピ抜いたんすよ。目って方が私だよ。あのね、タップしてたら上から通知バー出てきたやばい。あれでマックス村井って書いてあるのはミックスだよ。勝った、え、負けた、え、あ、え、最後超逆転した。あのね、途中タップしてたら通信センターがダラーって出てきてあ、やべえっつって、それでちょっと止まりました。ハンデ付きでミクスピの勝利。ゲーファイブイエス、1万の2個か。ゲーファイブイエスミックス。ちょっとじゃあ、ちょっと僕机置いていいですか。え、こっちでやる、こっちでやる。じゃあちょっとギュッと入って、ギュッと入って。今ここに画面映ってます。あ、そうか、僕も2人とも映ってねえし。ゲーファイゲー、分かったよ、じゃあ席変わるよ。すいません、ちょっと何なんだよ。この勝負はね、負けたくないんです本気だよ、本気だよ。本気以外ないでしょ。いきます。マックス村井として上から出てくるバーを、もっと近づきなさい。はい、はい、いきます。レディー、こぜ、上から、1、ファイト。皆さん、上に書かれているマックス村井から2センター出てきた、2位がゲーファイでございます。2センター出てきた。え、なんで。あ、マックス村井の方がミックスですからね。え、早い早い早い、ちょっと待って、いい勝負、ミックス早い。いやね、通知センターまた出てきちゃったからね。そんなに通知センター出てるか。いや、さっきドゥルンって出たんですよ。これ負けるな、この勝負は負けらんない。あ、でもなんか急に来て、急に来てる、はぁって言って。あ、ゲーファイ、ほら30タップ差。でも結構あれ、ゲーファイもしかして慣れてきた。ちょっと慣れてきました。もう一回やる、慣れてきました。ミックス、ミックス、村井 VS ゲーファイ再び。これ通知センター切った方がいいですよ、この位置でも。いいですか、僕が。いいよ、じゃあ行きます。対戦試合、え、ゲーファイ VS マックス村井。今度マックス村井で出る方が村井さんですね。そうですね、うん、行きます。上からピノって出てきたらスタートしてください。始まります。2、1、はぁ結構本気、結構本気、結構本気。いい勝負、やべえ、いい勝負、いい勝負。村さん早い、村さん早い、村さん早い。え、村さん何、めっちゃ早い。待って待って待って、やばい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 、100タップ差ぐらいつくんじゃない。やばい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 、超早い超早い。ええ
ちょっと待って、過去一番早い、はい、パワー出してパワー出してパワー出してパワー、ファイターファイター、ちょっと待って、やべえ、はい、超早い、はい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 、邪魔してしゃー、はい、やばい、ちょっと待って、でも何これ、これね、やばい、560タップって、僕も最高記録を出し、過去最高記録なんですよ、これ。でもすげえ、村井さん気づいたんですけど、3本以上の指でやると逆に遅くなる。いや、もう結構で、私今4本、あ、4本、2本2本で合計4本が限界ってことで気づいて、これでやると遅くなります。そう、うん、ここか、すげえ、村井さん、でも560、すごい、ああああ、え、これでも試合で勝つといいことあるんですか。試合に勝つと、異様なまでにお肉が貯まる、いっぱいお肉もらえます。お、負けても異様なまでにお肉が貯まる、負けてもなんか16万もらえる、なんでもタップするのめんどくさくなったら、友達と遊んで、ほら、これ超いっぱい、180万だ、すげえ、ゲーム連打勝負ができる、全然知らないね。このアプリは無料ですか。無料です。iPhone、Android 両方。両方でも。皆さんダウンロードはどうぞ概要欄にリンク入れてます。はい。あの iPhone だけちょっと1週間だけ遅れてしまうかもしれない。あ、そう。はい。じゃあ探してください。なんだっけ名前。放課後牧場肉肉部でございます。笑らんねえよ。今日から肉肉部で検索。今日から、Android に出てる。そうです。Android はもうすぐダウンロードできます。1週間後に iOS。じゃあ。はい、1週間後にアップバンクでもまた告知しますね。はい、お願いします。皆さん、アップバンクの記事お待ちください。はい、あ、でもこれ肉超うまそう。とにかくね、牛をつついて、とにかく牛をつついてお肉を出して、いろんな料理にして、ね、売るというゲームですね。そうダウンロードして遊んでできるのが分かると思います。はい、はい、ですので皆様遊んでください。あと友達と対戦してください。それでは、楽しんでください。牧場よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。ダウンロードください。バイバイ。ゲーム、ファイ。あ、セットじゃないの。あ、これにてじゃないの。これにて。ゲーム、セット。始まってすぐ終わった。